ちらっと素敵な靴がお目見えしてますね。キラキラの、これはクリスタルの、あ、かなりのハイヒールですね、はい、わー素敵な足がちらっと今視界台からは見えておりますが、今中央に向かって目線をいただいております。ありがとうございます、はい、では上手の方にもお願いいたします。ステージ向かって左側、はい、そうですね、上手の方にお願いいたします。素敵なドレスで登場されました。それでは改めてご紹介させていただきます。新商品脱毛ラボプロエディションのイメージキャラクターで新 CM でも主演を務めます藤田ニコルさんです。よろしくお願いいたします。はい、今日は脱毛ラボよろしくお願いします。たくさん紹介します。はい、ありがとうございます。藤田さん、では一旦お座りいただいて、はい、はい、お話を伺ってまいります。座んなくていいかな、ドレスだから。立ったままで大丈夫です。確かにその方がスタイルもですね、はい、はい、しっかり、めでることができますね、はい、明日から放送開始の新 CM ではコスチューム姿を披露していただいてるんですね、はい、そうなんですよね。その脱毛ラボのこのプロエディションをなんか擬人化したみたいな感じのコスチュームになってて、はい、それこそ脱毛ってレーザーが出るじゃないですか。その光が出るから私の右腕からも光が出るように作られてて、そう、衣装合わせの段階からこんなに本格的に作るんだっていう、すごいしっかりとした衣装になりました、はい、実際そのコマーシャルの撮影で着てみていかがでした？着てみて、はい、そうですね、なんかレザーが結構多いんですけど、うん、意外に動きやすくて、でもそれも考えて作ってくださって、うん、レザーのジャケットとかでも結構柔らかいので、うんうん、そのちょっとアクションまではいかないですけど、はい、そういうシーンも動きやすかったです。へー、あ、うん、アクションがあるんですか？アクションみたいなプチアクションくらいですけど、はあ、うん、じゃあそのアクションもぜひですね、うん、楽しみに拝見したいと思います、はい、そうですね、でも全体的にやっぱピンクなので脱毛ラボっぽくて可愛くて上がりました、うんうん、はい、ね、見かけも可愛らしくて強そうで、しかも着心地もいいんですね、うん、そうですね、可愛くて強いって感じです。お、はい、周りのその撮影の時の皆さんの反応はいかがでした？反応はそうですね、なんか髪の毛もなんかキュッとポニーテールにして、髪の毛にもなんかピンクのエクステをつけたりとかして、なんかおーみたいな感じでしたね。全体的にちょっとかっこよくしたかったので、メイクとかもちょっと跳ね上げのラインにしたりとか、結構全体的にこだわりました。へー、いいですね、いろんなこだわりが楽しみですけども、うん、藤田さん、前回のコマーシャル、はい、ホームエディションの時には、うん、まさにラブコメ映画風、はい、でしたよね。そうなんですよね、はい、前回はちょっとラブコメの映画風に撮って、今回の CM はちょっとアメコミ系、はい、皆さんがもう見てきただろうアメコミ風ですね、うん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 、みたいな感じに仕上がってます。だから前回と全然違うジャンルと言いますか。でもこの CM 流れてるとみんな何の CM って言われることがあるんですけど、ちゃんとしっかり脱毛ラボだよっていうのがちょいちょい隠れているので、はい、なんかそれも見てもらいたいですね。あ、わかりました、うん、このね、世界観、まさにこの映画に主演するかのように、はい、このアメコミの世界に挑戦されるにあたって、うんうん、何かこう意識したこととかありますか？意識したことはないですけど、やっぱ普段その演技といいますか女優のお仕事はしてないので、なんか緊張するというか、前回のそのラブコメの時もなんか戸惑いながらやったんですけど、なんか今回もアメコミ風ということで、なんかもうちょっとテンションを上げて、もうそれっぽく、はい、なんかテンションだけ上げてました。先ほどの CM で、うん、いわゆる、まあ、ちょっとドラマ風の CM でしたけども、うん、今後本格的にドラマに挑戦したいとかそういうことは思ってないんですか？まあ、オスカーですからね、オスカーにいる限りはなんか女優のお仕事に縁がありそうだなと思うんですけど、でも前まではそれこそ絶対やらないと思ってたけど、ちょっと24の代になってきて、なんか別に失敗してでもちょっとやっていいんじゃないかなって思う思考になってきたので、ちょっとそれは自分の成長といいますか、ちょっとマネージャーが苦笑いしない限りはなんかチャンスがあったらなんかいいなと思いますね。じゃあドラマをちょっと考えてはいるということですか？下手くそでもいいならやってみたいですけど、自分がどのくらいのレベルか分かんないので。
まあ、あのね、モデルからドラマとかそういう女優になった人とか いっぱいいますからね、うん、実際、うん、だからこうやってさ名前がもう割とみんなが知ってるとさ、なんか下手くそって言いやすいじゃないですか。だから名前がない時にやってたかったです、なんか能力として。元事務所の先輩のね米倉さんなんかもモデルから女優ですからね、うん、そうですね、機会があったら。でもそれでスケジュール取られちゃうからね、他の仕事ができなくなっちゃう。めっちゃ真面目な話してるけど、はい、なんかちょっとマネージャーに相談します。